と、うん、直近の配信終わりにもう一回だけハデスプレイして、で、帰ってきて、自分の部屋に入ったら、メグいました。なのでそっから、メグいました。俺の部屋に。このように。メグ？メグ、俺の部屋で何してんねん。人の部屋を嗅ぎ回るのが趣味か？それとも俺に用か？まあなんか用があるんでしょう。落ち着け。今帰るところだ。近くまで来たから置いたままにしていた私物を引き取りに寄っただけのこと。それにしても、ひどい散らかりようだな。あれ、リュウさんは俺の部屋は触ってないのかな？なんか結構散らかってなく綺麗になってる風に見えるけどな。本当に帰ったな。ということは次に会う時はまた殺し合いか。あれ？はあ。よくわかんねえ。どうも。俺なんか達成、これ達成したのか？やったぜ。ヘルメスのやつか。あれ？俺、チラッと、ハデスの、なんちゅうん。いや、ごめんな、ザグレウス。俺、ちょっと何度でも挑戦する気ねえよ。ザグレウスには悪いが。無傷の敵に、こっちの方が良さそうかな。背後から攻撃より。どうなんすかね。まあまあまあ。俺、チラッと、攻略っていうほどのことでもないけどさ。なんか、まあ一応攻略サイトでいいか。みたいな見てんけどな。メグ。あれ？今のイベントで、メグと結ばれるわけではないのか。また戦わなあかんねや。ほんで、こっちにデューサーおったよな。デューサーにはあげよう。あれ？あげられへん。ギフトできへん。なぜ？若様が館に戻ってきて、シュティクスの泉から上がってくるとき、時々すごく悲しそうですけど、何か悩みでもあるんでしょうか？もし私でお力になれることがあれば。大丈夫。デューサに心配をかけるようなことじゃないよ。冥界から脱出するのがどれだけ難しいか思い知って、時々クソイラついてるだけだ。下品な言葉を使ってすまない。そこだったんですね。私、若様を倒せる人がいるなんて思いもしませんでした。おるよ。いっぱいおるよ。だって若様はアキレウス様より偉大で、ハデス様より賢くて、ヘルメス神よりも素早くて、それでも私と同じように壁にぶち当たることがあるなんて。買いかぶりやな。ああ、あるよ。それと、俺に関するその噂は、全部ガセだよ。せやな。全部ガセです。そしてですよ、俺はその攻略かはわからんけど、攻略サイトでいいんかな？ざっくり言うと。それで俺見ちゃってんな。ただでさえさ、ハデスに対するモチベーションかなーって感じだったのに。この執務権限って別にな、これも見てんだ、何か。なんかいろいろデータ見れるってだけやった気がしたな。で、その攻略サイト的な見たらね、俺はてっきりもう一回ハデス倒せば、ストーリーが見れると思ってんけど、どうやら、10回脱出せなあかんらしい。なかなかなあ。なかなかねえ。ハデスはあんまり俺との相性は良くないのかもしらんな。闇の帰活。武具の闇の渇望で。ああ、なるほど。
闇の結晶だけじゃなくて、ってことか。宝珠の獲得量もプラス20%。いや、そんなじゃね？そんなな気がしちゃうな。どうしようかな。ハデス。メグとのな、メグやデューサとのラブストーリーも、やることはできず。先へ行こうやって、ザグレウスはそう言うよね。言うよね。マジ？どうしようかな。まあ、またやったら変わるかな。正直、今んとこ、モチベーションがね、ちょっとないね。どうしたもんかね。なんやっけな？なんか割と強いやつ。どれが強いんやっけ？あれ、ないな。あれ？あれ？なんか。あれあれ？俺持ってないか？あれ？なんか、ないな。宇宙の卵。まあ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 。どうしようかな。これ俺、ハデスって言って、しかもびっくりマークもさ、今回はパート10なのかな？だからびっくりマーク10個もつけて、枠取ったけど、正直ね、俺の中でのハデス、完結しちゃったのか。しかもそれ、俺その攻略サイトみたいなの見たら、盾は、一番やっぱクリアしやすかってんけど、盾の強化？俺これがっつり上げたけど、微妙やったらしい。それはちょっとショックやったな。見る目がなかったな。双剣マルフォン。通常攻撃速度回避率。あ、良さそうやな。タロスの特殊攻撃がな。これもこれガンガン上げちゃってみるか。双剣マルフォン。攻撃速度と回避率が上がる。いいよね。単純に良くないか？がっつり上げてみる。ちょっとこれでじゃあ一回やってみるか。一回やってみて。なんで俺こんなに今汗だくなん？なぜ？なぜか汗だくだが。一回ね。まあ、クリア目指して頑張ってみるか。きらめきの羽かな、回避率と移動速度。よいしょ。どういう武器やっけ、双剣。まあ、長押しで連打。ライジンカッターは、まあまあまあ。ダッシュアッパーは、難しいね。さあ。重労働。なんか1個だけあげるんやったらおすすめみたいなのもなんかあってんな。手数料とかもおすすめやったかな。全ての敵が与えるダメージが20%増加。これってやっぱやばいんかな。いや、まあええか、重労働で。じゃあ1回行こうかな。ただもしかしたらこれ面白くなりそうだ。 ごめんな、ザグレウス。ザグレウスと俺の間にギャップがあるな。もしかしたらこれが最終回かも。よいしょ。ポセイドン。気を落とすなよ、ザグボー。この先にはまだまだ長くて険しい道が待ち受けている。いやー、ちょっと他のゲームに逃げたいかも。わー、特殊攻撃は微妙やな。潮流の瞬足、これやな。でも、大破の魔弾。あはん。まあ、レアやし、これもらっとくか。よいしょ。よいしょ。燃えろ。ポセイドンとは対照的やけどな、燃えろっていうワード。
さあ、サクッとマダンも打ちつつ。やべ、うわー、トラップ踏んだ。トラップ踏んじゃったね。よいしょ。ガンガンいけ。なんじゃこいつ。スンスンして。いやー、マダンが当たってね。早く早く。達成したか。もらって。で、カオスはやっぱ、北っぽいねんな。行っとこう。行くだけ行きます。カオス。よいしょ。はい。なんか絵のくれよ。ハデスの息子と我の親交は深まった。おお、一点明言しておく。会話に関して我は忍耐に欠ける。我を尋ねる際は、ただ傾聴し、蝶を受けた後、去ること。我が回答を求めた際、および我が促した際のみ発言せよ。承知よ。まあ、コミュニケーション取ってくれへんもんな、カオスは。つまり、オリンポスの神の御言葉を賜るときと同じか。どっちやるな。我からこの者への指示は不可。しかし我は今この者に発言を促した。ハデスの息子はいつ何時でも自由に発言可能。おう、我がそれを望まずとも。我が完全なる沈黙を好もうと、この者もそれを、なんか対等な感じすんね。カオス。もたつく俊足。ああ、つかみどころのないマダン。おお、打ちつける限り。ああ、これはまあまあ。そうね。でも一応今俺クリア狙ってるもんな。どっちかやな。ダッシュストライクか。プラス33%。どっちやるな。ダッシュストライク。マダン。どっちだ。マダンかな。俺ならやれる。外れやね。闇の結晶は外れた。よいしょ。まあまあまあ、サクッと。よいしょ。よいしょ。殴れ殴れ。全然いける。全然いけるよ。集めて。あ、あそこ集められんのか。そういう話やったな。カオスの話ちゃんと聞いとけよ。最後から。よし。オッケー。さあ、最大 HP か、アルテミスか。アルテミス。どこや？早く倒したい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ええぞ。で、これ取られへん。殴れ、殴れ。ひたすら殴れ。スンスンして。やばいか？ああ！オッケー。マダンはまだ取られへんのか。骸骨。待て。おっつけ。捕まれた。いけ。よし。1.2もクリア。なんだ？最近地上の近くで害獣狩り？地上の近くで害獣狩り？あー、あれか。ネズミのことかな。なんだ、急所付き。うわ、ありやな。射手のマダン。ありやな。アルテミスの助力。急所付きか、射手のマダンか。どっちやるな。マダンが敵を追尾。あー、急所付きかな。俺はひたすら殴るもんな。デメテル。あー、だってお金ないからデメテル行くしかない。デメテルあんま嬉しくない気がするな。そんなこと言うとまた怒られるな。よいしょ。なんだ？こいつら倒せ。壁やって。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケー。塀も倒して。こいつ倒す。よしよし。いけ！よし！いけるねー。デメテル。あなたは今、暖かな地の懐に抱かれています。地上にそのようなぬくもりはありません。外の世界の寒さ味わわせてくれんの。わ、光の結晶。あー、どうだ？ありかな。マダンを発射するたび自分の周囲の敵に。これ光の結晶をもらってみるか？もらってみよう。さあ、宝珠、外れやね。
よいしょ。やーべえ、トラップだ。トラップは良くないねー。あ、殴れ殴れ。よいしょよいしょ。どうだ敵、早く早く。よいしょ、いいぞ。あっち行け、倒せ。倒した？あー、まだ湧くのか。すごい湧くじゃん。倒せ。よし、やって、早く早く早く。どこ行った？よいしょ。これ遅いか。あー遅いな。遅いのは嫌やね。体力回復には使わんかな。ここする、力の桜。よいしょ。さあ頑張れ俺のやつ、頑張れ頑張れ。頑張ってくれたらええねん。よいしょ。あのドクロ野郎、ドクロ野郎ぶっ放して、うまく、あー食らったか。オッケー、これ素早さ上げてるな。力のザクロ、急所突き、光の結晶、潮流の瞬足。まあまあまあ、どれだ。あー、あはん、潮流の瞬足、これなんだ。いいね、財宝の試練やっとこう。よいしょよいしょよいしょ。頑張れ頑張れ。ダメージ与えろ。いけるぞ。もう一回もう一回。いけ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 。やべ、マダンは。よし、87か。まあ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 。お、ディオニュースや、悪くないね。こいつは、よいしょ。どうだ？うまーく、あれ、食らわんように、食らわんようにしたいけど、食らってますね。食らわんようにしたいという気持ちは、すごくあるんですが、どうだ？悪くないか？まだ、いけ。よしよしよし、いい感じ。いい感じだ。オニソス。え、デュオあんのか？あ、デュオはないか。おぉ、原因のエピックきた。これ、終わり。これです。いいね。もしかして、あ、でも闇の結晶か。チャンスあんのかと思ったけど。まあ、やはりきついのはきついのかな。この感じやと。頑張れ、マダン。うちのマダンが頑張れ。頑張れ、マダン。よいしょ。ドクロ倒して。いや、マダン強っ。いけるね。闇の結晶が鍵か。あー。ドクロの鍵行ってみるか。闇の結晶の方がパッたかな。わかんねえ。やめて。やめてくれ。ブリムソン。ブリム？落ち着きなさい、ブリム。こんなことするんじゃない。よし、サクッとね。あ、パロンの泉ある。混沌の門が出現。イクシオンの光、もう一回カオス。でもカオスあんまあんの怖くね。しょっぱなカオスはいいとして、もう一回カオスは怖いけどな。でもボス戦考えたら強化する方がいいか。イクシオンの光、これ行くか。はい、鍵とネクタル、ネクタル行くか。やっぱな、ギャルゲーを進めたい。よいしょ、殴れ。頑張れ俺のマダン、俺のマダンが活躍せ。どうだ、また湧いてくる。よいしょ。あー、これ爆弾投げてくるやつね。爆弾魔おるな。爆弾魔粉砕して。まだか。あー、そこった。どうだ、よしよしよし、間に合った。いいっすね。お店と、あー、カオスある。ここでカオス入ったら次ボス？やばいか。まあ、ええか。はい。カオスからのボスって俺初めてやな、もしそうやったとしたら。
結構マイナスだったりするんかな。受け取る。何くれんねや。ハイダな魂。HP、最大 HP35。しょぼい気するな。深淵の富。なるほど。闇覆う瞬足。ダッシュストライクが与えるダメージが 59%。 これかな。報酬プレビューが表示されない。いやでもそれも痛いか。結構デメリットか。どっちかにするか。深淵の富、怠惰な魂。HP35 上昇。どうもどうも。多分今日が最終回派です。もう一区切りつくとこまで行くにはもうちょっとせなあかんぽいから、今んとここれがラストプレイかなって思いながらやってる。まさか10回クリアせなあかんとはな。ラスボスを2回でいけると思ったのに甘かった。うわーこれどうしよう。ダッシュストライクのダメージが 59%。 ダッシュストライクのダメージ 59% ありかな。プレビュー表示されへん、嫌やな。移動速度が低下も嫌やしな。そうそう、ハデスは倒してで2回目でいけるかと思ったけど、ハデスあと9回倒さなあかんねんて。どうしよう。お金。トラップから受けるダメージ 300%。 これやばいよな。でも必ず 40% 増し。いやー最大 HP35、 ダッシュストライクで 59%。 上にするか。で、そうか、最後。うお、おっせ。クソ遅いな。お店か。いや、最大 HP でいこう。ダッシュをな、活用しまくって。やーべえ、これでボスか。頑張るぞ。クソ遅いよ、俺。メグがいい。ってことはメグじゃないのかな。違う。ようやくだね。いや俺別にアレクトに会いたくはないよ。な、誰々らしい口を聞くんじゃないよ。バチンバチンバチンして、大丈夫か。よう見て。いやこれ離れた方がいいか。やべ、よいしょよいしょ。これなんか俺のマダンがやべ、うまく作用せへんのか。なんか微妙やね。マダン当たってるか。よいしょ。当たってくれてるんやったらいいんですけどね。いやー、俺のパンチがあんま当たってないか。よいしょ。大丈夫か。殴れ殴れ。やべ。アイテム敵か。引いた方がいい。よいしょ。いけるいける。近づかん方がいい。避けて。いや、遅そう、俺の動き。ふぅ。マダン。マダン回収しに行け。やべ、トラップか。スピンブレードだ。なんだ、やめて。体力結構削られてる。よいしょ。これ食らってくれ。やめて。いけるか。いや、もうちょい、もうちょい。焦るな、焦るな。もうちょい、もうちょい。もうちょい。もうちょい。死ぬな。死んだか。よし、オッケー。原因があるからな。体力は全回復できるもん。オーケー、オーケー。感じ悪いやつだった。まあ、そう言うてやるな。アルフォンが震えた。よいしょ。足押せー。全回復押せー。売れる。いや売らん方がいいな。どれも強いと思う。スター、移動速度上昇ありやな。帳消しにできんのか。たった10コインでこれもらっとくか。
まあ。変える必要あるか？戦闘を素早く終えるたびに回避率と、なんじゃかんじゃアップ。今、プラス20%。いいね。これもしかして、変えたら、このプラス12%消えんのか？そんなバカな。ありそうやな。じゃ、このままいくか。よいしょ。行こう。マグマのとこ行こう。もしかしたらこれが俺のラストハデスかもしらん。なんだ？ボーンヒドラがお待ちかねだ。力のザクロ。サクッと倒すと、ええ感じ。なんだ？俺ね。いけいけ。俺のマダン暴れろ。マグマダメージあり。どうだ？よいしょ。届いてないか。おい、逃げんな。逃げんな。よいしょ、よいしょ。マルフォンって俺が相手だ。そうね。いやん！燃えたくはない。逃げるな。離れるな、俺から。くそ！あそこにあんのか。マダンが。これでも早くは決着つかへんな。いけ。よいしょ。よいしょ。待て。もう一匹こいつ。逃げるな。え、まだおんの？マジでじゃあ早く決着つかへんな。あー、なんか相手。次するゲーム？若干悩み中。次するゲームは若干悩み中。ラスティレイク1個挟むか、まあ、ハデスからの流れで、ヒドゥンフォルクスってやつやるか、読み方合ってるか分からんけど。それか、スプリングセールで買った、セブンデイズ、トゥエンドなんちゃらみたいなやつをやるか、悩んでる。潮流の瞬足レベル3ありかな。急所付き光の結晶。そうね。急所付きにするか。なんとの。よいしょ。どっちがいいんだ？力のザクロと、お金。まあ、力のザクロかな。さあ。ハデス終わったらちょっとなんかやってみるか？何かしらを。わからんけど。撃って撃って撃って。とりあえずバダン。ガンガン。結構みんなこの辺集まってくるね。あとマダンも食らってくれ。このマダンあんま強くないのか？よいしょ。え、まだ敵おんの？よいしょ。当たってくれ。このマダン当たってくれ。当たってくれないなら、俺は嬉しくないぞ。殴れ殴れ。よいしょ。まだ？よし。マグマキル。オーケーオーケー。さあ、レベル1をとりあえずレベル2にする。ありがたい。こっち行ったりして。やべ、もう燃えないでよ。簡単に燃えちゃうんだから。びっくりマークか。フォークス？ああ、なるほど。その、なるほどね。L をわざわざ読まんでええって感じ。ニセか、びっくりか。びっくりってエウリュディケやんな。まあ、びっくりやっぱ、ええはずやんな、普通。信じよう。びっくりマークは普通はいいはず。パラバー。歌ってるな、エウリュディケ。はい。これは皇太子殿下。絶品料理を作ってた？ああ、ペコペコだ。エウリュディケ。お客？ここに？はは？来やしないよ。私はただ料理が好きなのさ。料理って練習するほどうまくなるし、仕上がりは毎回少しずつ違う。ハデスとも似てるな。でもごめんな、ハデス。
なんか俺は他のゲームがしたいかもしらん。この先発見する功徳3つのリアリティが1上がる。わかる？おお。あ、じゃあ知らん間になんかニコ生終わってる。ワクチンっすか。まあ、とりあえずまずはこのハデスのこのワンプレイな。最後かもしらんから、しっかり頑張ろう。ふぅ。いやで、こうしてこうと、よいしょ。で、もちろんワクチンしたのでスクワットと、1212と。アンブロシアもある。ネクタルは神の飲み物で、アンブロシアが神の食べ物。そうなんよ、アンブロシアディライトやて。ニコのレ、ランダムで選ばれたニコのレアリティが1段階上がる。ザクロガユ4個のレベルが1と1上がる。クドク3つのレアリティが上がる。なんか今持ってるやつがいいと思うねんな。だからザクロガユとかアンブロシアディライトはいい気がするな。どうなんだろうね。最大4個のレベルが1上がる。レアリティ。どれがいいんだ。くそ。せっかくじゃあそのアンブロシアディライト行ってみるか。どうなった？潮流の瞬速。ヒロイック、ゲインもヒロイックなった。潮流の瞬速は？ん？エピックか。これでもヒロイックなったけど、なんか変わってるか？内容。怪しい。ほら、判断ミスったのかもしれない。バイ。とりあえず今やれることやろう。ベストを尽くす。バイバイ、エールディケ。また寄ってやって。なんか胸が痛いな。もしかしたらこれが最後のプレイかもしれんからな。また寄ってって言われちゃったよ。すまない、エウリディケ。俺は今日これでハデスを卒業してしまうかもしれない。それでもこんな俺を、ハデスの血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。どこだ、敵どこっすか。おった。あー、こいつも、こいつ倒した方がいいか。よいしょ。燃えたくはない。敵どこ。おったね。撃っといて。おい、こっち来い。わー、上行くな。なぜ上に行くんだ。こうして、そうそうそう、ちゃんと俺の範囲に乗ってくれ。あー、俺が弾きと、よいしょ、くそ、全然早く決着つかへんな。やべ、燃えとる燃えとる燃えとる、燃えています。オッケー。一瞬ではなかったやろ。一瞬だったなやて。強がりやね。ザクロは食べれば食べるほど冥界でしか過ごせなくなる設定。なるほど。でもこれ俺だからちょっとネタバレみたいな見ちゃってんけどさ、10回ここ脱出すると、あのペルセポネ帰ってくるらしいよ、冥界の館に。その辺のストーリーとか見たかってんけどな。まあ残念だ。潮流の瞬速ちょっと長すぎる。選択肢3つあるな。アルテミスのドクロと、ポセイドンのドクロと、ディオニュソスのドクロ。アルテミスかディオニュソスか。ディオニュソスでも俺原因はもうゲットしたから、アルテミスいっか。やべ、俺どこおんねん。堂々とマグマを歩いていくな。自分でとどまってくれ。俺が入力したとしてもそれぐらいわかるやろ。そっから教えてあげなあかんのか。やべ、うわー、固まってもた。下手くそ。よいしょ。うわー、また固まってもた。やだやだ。やめて。よいしょ。まだまだいい感じで当たってるか。あー、また固まってもた。下手くそだね。よいしょ。まだ当てて。いや、いいよいいよ。まだ当ててんのいいよ。待て待て。
マダンの元回収して、よしよしよし。今、ちょっと。よしよしよし、いいね。よこせ、アルテミス。おう、狩人の俊足。いや、潮流の俊足の方が強いな。エピック。レア。これかな？でもクリティカルダメージって与えれるっけ今俺。クリティカルを与える可能性あるね。急所付きがあるもんね。カリウドの目で行こう。そもそもギリシャ神話ではペルセポネもザクロを食べてるので、冬の間だけは冥界にいないといけない。ほうほうほう。母であり季節の女神であるデメテルが娘がいないのを悲しんで冬にしているという設定。はぁ。冬の間だけは冥界にいないといけない。ってのがあって、そのペルセポネの母のデメテルは、娘が、この冥界から逃げちゃったから、冬にしてる。でも、ペルセポネは折れへんのやな。なんでや、デメテルが冬にしてんのは地上ではないからか。わからんけど。どういうことだ？なんかわかるようなわからんようなやな。なんとなくわかんねんけど、言わんとするほど。よいしょ。どうだ？敵どこ行った？敵？よいしょ。こっち来なさい。そんな逃げるなよ。近づいてこい。いやーくそ、もう動き回るなこいつ。もう、ああ、嫌やわ。ああ。やっぱこのゼウスちゃうわ。このゲームはハデスやったな。やべ。ハデスなぁ。下手くそやったな、俺。まだ今は現在進行形やけど。もうちょい上手かったらなぁ。よいしょ。やっぱ人間には向き不向きがあるのかもしれない。ダイシーダンジョンズはなぁ、マジで、最高やってんけどなぁ。このハデスもな、人によってはな、何時間もやってるゲームなんでしょう。よいしょ。ただ俺は、なかなか、いやぁ今日が最後かもしれない。よいしょ。本当はデメテルは、豊穣の女神なので、春、春、夏、秋という食物が育つ季節を生み出しにしてますが、娘がいない間だけは悲しくて冬にしちゃう。はあ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 。ああ、なるほど。その、豊穣の女神やのに、なんで冬があるのかっていうところの理由付けがそういう感じになってんのか。ちょっと理解できたか。王者どもよ。出番だ！やって。王者どもよ、出番やや、あれへんよ。出番じゃないです。帰ってください。これだから、俺がちょっと思ってんけどさ、これ格闘ゲームにも通ずんのかもしらんけどさ、なんていうん、やべ。もしかしてさ、避けるのってさ、攻撃を当てるのってさ、同じくらいさ、なんていうん、楽しいことなん？避けるのって。ほら、その避けることへの認識が、間違ってんのかな？だから全然避けるの好きじゃないねんな。避けるの好きな人にとっては、こういうのも楽しいのかな。弾幕シューティングなんか避けるの最たるものやもんな。あの壺壊しに行く必要はないか。次どこ行くんや俺。おい、俺どこ行くんや。こっちか。どちらを選ぼうか。ディオニュソス。で、ええかな。いやー、カロンのとこ行くべきやったかもな。なんだ？あ、もうボス前か。体力やばそう。ハデスの、何を、わあ、至高の一件や。あー、これもらっとくか。よいしょ。これはネクタルもらえるのが嬉しい。最大 HP アップも若干嬉しい。さあ、ボーンヒュドラ。よいしょ。なるべく使わずに。
元気のかけらを使わずに来たい。ふんふんふん。なんで冬用意すんねんってな。まあ思ってもおかしくないよね。どうだ？何してくれ？よいしょ、よいしょ。やべ、避けたい。ツンツン避けて。とかも行ったのか。よいしょ、よいしょ。ここも、ツンツン避けながら、避けながら。なんかめっちゃ食らってる？もしかして。いや、大丈夫やな。避けて。やめて。よいしょ、避けて。炎避けて。よいしょ。オーケーオーケー。で、マダン回収。マダン、マダン、マダン。いいよ。で、マダンで、ダメージをスンスン当てて、ちょっと逃げたりして。いやー、くそ！避けろ！避けろ！いい感じ。ナイス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 、避け。いいよ。で、これまたすぐ敵になるよね。なったね。で、マダン回収して、俺、ちょっとは上手くなれてんのかもな。ちょっとは上手くなれてるなら楽しいか。楽しいのかもしれない。死にたくないな。こんなところで死んでるようじゃ、やべ。ダメですね。どこだ俺のマダン。俺のマダンを返せ。俺のマダンをどこやった。うわぁ。熱そう。熱そうだ。よいしょ。避けて。どこ行ったマダン。よいしょ。よいしょ。こいつらも倒したい。よいしょ。いい感じ、いい感じ。悪くない、悪くない。悪くないと思いたい。よいしょ。体力どれぐらいある？マダン回収して。はいはいはい。で、このマダンが刺さるはず。やーっ！よいしょ。よいしょ。よいしょ。もうちょい。もうちょい。オッケー。イエス。昔の人は春夏秋冬が地球の公転によるものなんて考えず、それぞれに特定の理由付け。まあ、面白いでな。とされてるやんな。まあ、どの程度、あれなのかわからへん。結構順調やぞ。やっぱ順調やと面白いな。だって俺今ゴッドモードっていう、うまくなった ゴッドモードの恩恵も間違いなくあんねんけどな。死ぬごとに 2% ずつダメージ食らわんくなるから、それによるところがだいぶ大きいのかもしれない。間違いないね。さあなんだ。アーマータイプの攻撃、いや65は高いな。どうしよう。いや、原因強。最高。これ、変えるか怪しいな。きらめきの羽の効果って、回避率 14.4%。持ったままの方がええよな、きっと。かなぁ。持ったままでええか？あはん。持ったままでいいにしますか。全身だ。これもしかしたら元気のかけらに使うよりこのまま最後まで行った方がいいのかもしらんな。ちょっとそれも考慮しながら行こう。よいしょ。なんか上手くなったなって言われちゃうとさ、ここでやめるのが惜しくなっちゃうな。だってやめへん方が、だってもうやめちゃったらさ、またここまで上手くならなあかんもんな。上手くなったなーって言われると、俺は自分の中でさ、上手くはなってんねんけどさ、それは絶対最初よりかは。でもそれでもやっぱ上手くなったって感覚正直ないからさ。ずっと今でも初心者やなってつもりよな。まあ中級者って感じかな。一回はハデス倒してるし。ゴッドモードとはいえ。よいしょ。すん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 。やめて。ああ、ミスった。あぶねえ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いやー、ちょっともうちょいマダム打つべきやったか。ちょっと遅いな。あ、1.2% もらえんねや。やった。ラッシュキック。いや、特殊攻撃打たへんな。いやー、ヘビーナックルの方がいいよな。でもなー、これら。宿命の選択。でもまあ、これで、今日でハデス終わるんやったら、わざわざ選ぶ必要もないか。ヘビーナックルにすっか。よし。通常攻撃は3連攻撃になる。大丈夫か？なんか、勝手が変わった？だいぶ。
俺間違えたかもな。手数あった方が良かったかも。手数なくなったこれ。やべ。強化失敗かも。最大 HP。さっきまでの方が強かったかもな。ミスったぜ。よいしょ。まあまあまあ。スンスン殴って。よいしょ。やっちゃいなよ。ユーやっちゃいなよ。ユー？やめ。こいつなんや。当てやろうか。当てやろう。当てやろう。こいつ倒す。え、敵どこおる？敵、え？あ、こいつか。あ、やべ。マジか。パーティアロー復活しちゃった。忘れとった。パーティアローが目ん玉になるの。やめて。やべ。OK。いや、遅え。すごく遅い。あ、こいつは早く倒さないと。早く倒さないと。よし。マダンマダン。あ、なんか向こうにもおんのか。おるんやな、向こうにも。わー、すげえ食らってる。やべ、どこだ敵。あいつか。難しいね。やはり難しい。こいつか。オーケー。遅いね。だいぶ遅い。あ、泉ある。なんだ？最大で59回復。もらっとくか。他には情けか？力のザクロ。でさあね。通常攻撃弱くなった可能性あんの嫌やな。もっとしたらうまくやりたかったんですけどね。願い叶わずか。おい、こっち来てくれ。おい、逃げすぎやろこいつら。ちゃんとマダン食らってくれよ。逃げすぎはよくない。よいしょ、集めて。よいしょ、このマダン当たってくれ。マダンに当たってくれ。せっかく用意したんだ、マダンを。食べてよ、このマダンを。何のために用意したんだか。いけ、こいつ倒せ。逃げるな。よいしょ。で、よいしょ。まだまだ。いけ、置いた、目ん玉。よし。いや、全然きらめきの羽の恩恵得られへんな。カリウドの目、マーキングクリティカル率上げとっか。あ、スリーポイントある。嬉しい。さあ、ミスないようにするぞ。待て待て、我慢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 、ちゃんと落ちるまで我慢。フェイントもあるぞ。よし、オッケー。目以外やって、ゲッチュ。さあ、びっくりマークか。あー、お店の方がいいかもな。左側あんまりあんまりいいのじゃなかったよな、確か。え、そんなことはないか。お店。お店行くか。お店行っとこう。ディオニュソス。はい。楽観ありやな。ありやね。ダメージ軽減。体力回復いらん。力のザクラをもらっとこう。2から3にしよう。急所付き。はい。オーケー。で、デメテルとディオニュソス。なんかな、どっちがいいんやろな。デメテルとディオニュソス。ディオニュソスもう十分か。デメテル、でもなんかデメテル、あなた本当に強い？デメテル。まあでも自分のばあちゃんか。あー、どうしようかな。デメテル行ってみるか。自分のばあちゃんを信じよう。さあ、こいつらね。こいつらというか、まあこやつや。よいしょ。早く粉砕したい。早く粉砕したい。一刻も早く。こいつを滅ぼせ。滅ぼせ。よし、オッケー。ええぞ。あとは目ん玉滅ぼし。目ん玉滅ぼしの時間。いけ。そうそう、目ん玉を滅ぼすことで。すごくいいよ。さあ、どっち行った？
あいつあいつ。マダン撃って。いけるいける。仕分け。メンタマ滅ぼし。メンタマ滅ぼしして。さあ、下。下のやつ。縦か。いけいけ。いけ。よし、いけ。いけ。メンタマ。よし。よし、早かったな、しかも。正面、もう俺に近づく。あ、デュオや。明石の水晶。マダンの威力が増し。敵を追尾。やったおばあちゃん、アルテミストのやつか。おばあちゃん、ナイスおばあちゃん、名コンビだな。宝珠か闇の水し闇の結晶かが。これはまあ闇の結晶か。はい、最後サクッと倒したいよ。追尾性能、うわこれか。追尾性能、追尾、まだ大暴れやん。追尾性能最高、いいぞ追尾性能。やめて、よいしょ、倒せ倒せ。でまた早くマダン回収したいな。どうだ、マダンの追尾性能強くね。真ん中でマダン撃って、いけ、頑張れマダン、頑張れマダン、マダンがいけ、マダンの時代だ今や、もうマダンの時代。よし、オッケー。闇の結晶12、お金ちゃんと稼ぎたいな。ちゃんと周り見なあかんよな。お金があるのかもしれない。上にはない。さあここ何択、2択。ヘルメスか。ヘルメス、すまんなポセイドン。これ盾ってどうなんや。盾野郎はな、盾野郎との相性は良くないのかもしれない。あ、メンタマ。メンタマ野郎倒して。よいしょ。いけるよ。いけるいける。盾野郎倒せ。押し切れ。押し切れ。よいしょ。なんか当たってない。判定がない。あれこいつ。判定がないのに時間食うた。最悪。判定がないのはずるいな。よいしょ。こっち向け。おい、こっち向けよ。おい、ずっとカードすんな、俺のマダンを。なんなん、こいつ。そんなんあかんやん。俺のマダンをずっとガードするのやめてください。うわ、こいつはまさか。いけいけ。いけ。よいしょ。こいつは縦やろう。縦やろう、早く。縦やろう。俺も食らってるか、トラップ。縦やろう、おい。縦やろう。貴様。よいしょ。よし。ヘルメス。もうアルテミスに見つかっちゃったの？なんだ、特急便。移動速度ボーナスに基づくダメ。いいんじゃん。良さそう。疾風のマダン。副業。副業遅いな、今さら。特急便ありかも。移動速度ボーナス。って、どうだ？このきらめきの羽なくしたら、ないか、移動速度ボーナスは。じゃあ取らん方がええか。いやでももうこれのままいくか。回避率 18% もあるしな。もうこれ、特急便、ありにするか。よし。行ってみよう。そういう構成で行ってみよう。ダイダロスの土。なんだ？よいしょ。さてやろう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 め。この野郎。この野郎、さてやろう。まだ跳ね返してくるのが腹立つな。さてやろうめ。クリティカルもかまして。めちゃくちゃブロックしてくる？なぜだ？やべ。よくないよくない。やめて、さてやろう。さて、あ、なるほど、これ配置を。そうか、一方向からじゃないようにしたらもっと強いのか。こっちと、やめて、こ、いやーくそ、難しいな。体力めっちゃ食らってるな。くそ、ペタピだ。畜生。なんかこう、うまく、うわー、俺すげえ食らわされてる。マジか、悔しいな。回避率を取ろうとして焦りすぎか。もうめちゃくちゃやもんな。
あー全然ダメだね。こうやって挟み撃ちにすればこいつ多分楽に倒せたんやろうけど、あー下手くそだ。 1.2 番も結局取れずか。そして死ぬほど食らわされ、ロングナックルありかも。ドレイン勝った微妙。コンセントレートナックル連続で命中、いや微妙やな。ロングナックルにしよう。どんな感じ。ほう、なんか売ることできる。いやいやいや、売らんかな。ブランバートルかな。よいしょ。お金はない。店か力のザクロか。これ店かな。これ多分ボス前やんな。店行こう。回復しときたいですよね。なんだ、うわ回復ねえ。マジか、なぜ回復がねえんだ。デメテル放送の大義。いやー特殊攻撃はな。デメテルの助力、氷の指先、ありかな。移動速度 4% 低下、どうなんすかね。これ結構大事か。いや、あはん。特殊攻撃のダメージ、でも特殊攻撃せえへんもんなほんまに。氷の指先にしよう。ただそれだとあんま価値なかったかもな。やべえ、体力回復できると思ってここ来たのに、できへんかった。予定が狂った。まあ多分1回はやられるから、一生懸命頑張ろう。一回やられて済むように頑張ろう。こいつら、俺はテセウスが大嫌いだ。アステリウス、よいしょ。追尾性能な。いやーもうすごい食らった。待って、どこおる。ミノタウロス見えねえ。ミノタウロスの姿は見えないです。ミノタウロス、いやー死ぬか。待て待て、おつけ。あーくそ、よいしょ。ミノタウロス、やべ、よいしょ。体力30、あ、おかんで凍ってんのか。なんだ、殴ってどうだ。よいしょ、またこれはマーダン集めて撃つ。いやーマジか、反応できなかった。やぶね、やべ、うわー反応できねえ、死ぬ。うっそ、悔しいけど死ぬ。うっ、やー、テセウスにやられた。マジで嫌やな、テセウス。テセウスほんま嫌いや。さあでもこれ、うわーまた食らった。よいしょ、やめて、殴れ殴れ、よいしょ、うわっ、フック、殴ってミノタウロスを早く倒した。うわっ、ちょっともうテセウスマジでやめて。テセウス、テセウスが鬱陶しすぎる。どうだ、いや逃げた方がいい。よし、危ね、食らったか今。こうしてやめて、よし、よいしょ。いいぞ、結構削ってるか。これ反射してるから、そのうちに裏側に回りたい。裏側に回れば殴り放題。違うのか、違うのか。このこっち側に、いやいろいろ、いろんな位置に配置すれば。うわ体力21かね。もうダメだ。畜生、アテナ、アテナめ。俺の仲間じゃねえのか。よいしょ。やべ。うわ死ぬ。くっそー。2回死神魂使ったらもう終わりだ。ああ終わる、終わる。もう何やってんのか自分でもわからん。体力は1しかない。で逃げる、上に。ああ下手くそやなーマジで。結局わちゃわちゃしてるだけや俺は。ああダメだねー。よいしょ、後ろから殴って、やめて。よいしょ、死神魂2個使っちゃったな。
これは終わったな。まあでも正直ここまで来れるだけでな、ようやったよ俺。さあ死神魂あと1個、体力全回復あるかな。ないね。死神魂を補充するやつはなかった。このきらめきの羽はこれな、きらめきの羽を変えてもちゃんと残んのかな、この回避率と移動速度は。じゃあそれを確かめるか、それを確かめよう。ここで幸運の歯にして、はい、あーっと移動速度は消えちゃったか。じゃあダメだね。移動速度ボーナスはあるけど、あー消えた。じゃああれ微妙やな、移動速度ボーナスのやつないか。あ、白間にニコラも終わってる。まあまあまあ次多分おとんに、いやー多分ハデスまで行けるか、まあ、行けたとしてもハデスに葬られてじゃんじゃんって感じやな。まあこれが俺のラストハデスかな。まあまあまあなんかこう面白い部分もいくつも味わったからな。ただまあ一区切りをつけたいということで、これがラスト派ですかな。なんか欲しいのあったっけ。ないか。渋、エリスの腕輪、タロスの爪、よいしょ。どうなんすかね。これだけもらっとくか。よし。上手い人はこの最後のところにお金を1000ぐらい貯めてちゃんと報酬を買うらしいけど、とうとう俺にはそんなことはできへんかったな。ついには空気が悪いな。あら、そう？よいしょ。このな、1200のティタンの血、これをみんな買うらしい、うまい人は。マイナス1プラス2入れ替える。ダイダロスの土は今俺何個あんのやった。ロングナック、ああロングナックルはええけど、このヘビーナックル変えてほしいけどな。でもこれ選ぶのは微妙っぽいな。395力のザクロ、楽観、氷の指先、楽観かな。でディオニュソス、あマダンか。爆発すると光の結晶が消える。どうなんだ今、光の結晶は、あ、これも消えちゃうのか。あ、ダメだね。祝い酒。なんか微妙やったな。微妙でした。くー、なんかできることないか。力のザクロ、ヘルメスいっか。何かできることを探して、よいしょよいしょ、サクッとね、いけいけ、ネズミを一掃せ、よいしょ。最後マダンマダンからのネズミを一掃、よいしょ。どこだネズミ、めちゃくちゃおるな。まだおんのか。いやこれ幸運の歯に変えたん失敗やったな。ここやったら結構稼げたか、回避率もうまくいかないね。よいしょ、どうだ
この戦闘を早くす、あー金取り損ねた。ここを急ぐ意味なかったのに。こいつは毒野郎やな。やべ、毒野郎はやばいです。ここでなんか売れる。光の結晶打ったらあかんよね。祝い酒。いや、これも、もういらんか。氷の指先。これはあってえな。ディオニュソス、金の無駄遣いやったな。残念だ。信頼しとったのに。さあなんだ？待てよ。まず、こいつら。数を減らそう。やめて。よいしょ。端っこに追いやってボコる。それがいいと思います。やめて。こいつ倒す。オッケー。で、あー、こいつ倒した方がいい。早く早く。こんなやつ早く倒せ。こういうよからぬやつは早く倒すに限る。どういった敵？なんだ？あー、こいつ早く倒せ。こういうよからぬやつを、パクッと、やってくれ。で、あー、これよからぬやつがおんねんな。よからぬやつ。逃げろ。トラップでやられてくれるか？よいしょ。やられてないやないか。やられとけ。よし。ヘルメス。なんかええのくれ。疾風の魔弾。晩ご飯ってひだがな、こんばんはと似てるな。ホイコーロダッシュ直後。あー、ありか。あ、移動速度プラス 100%。 え？これがじゃあ、あ、でもこれは意味ないのか。あー、高速移動時間 0.5 秒。いや、意味ないか。超回復。なんかここに来て。やなー、なんか外れやなー。ゴールドフィールド？やる？じゃあこれ終わったら。はあ、これがラストプレイなはずやからな。俺のラスト派です。これかな？超回復。なんか取れることあるか？あ、そう。じゃあ今日はそうするか。かな？これ終わったら、久しぶりにゴールドフィールドやるか。力のザクロにお金使う感じかな。え？ 2 段階アップ？ほほう。氷の指先。OK。これにしよう。ザクロの力だ。さあ。ザクロかな？ドクロの道行くのはなあ、あんまり気が進まんな。よいしょ。出たネズミだ。デカネズミ来た。デカネズミ来ました。憎きデカネズミ。よし。憎きデカネズミはやだね。うわ。うわ。デカネズミが、あ、アーマーデカネズミ、やべ。大丈夫か？これ、マダン回収したい。やべ。何分くらった？マダン。いけいけ。マダンが削れ。よーし。ええ感じや。なんだ？雑魚か。雑魚はマジで、スンスン倒して。いや、ほんま、回避率のやつにしとけばよかったな。元気の塊ではなく、元気のかけらではなく。マジで判断間違えた。うわ、出た！またこいつや。倒せるか？どうだ？やべ。なんか、食らっちゃってる？いや、あ、固まってるか？チャンスチャンスチャンス。いけるぞ？いける。よし。ええぞ。あれ？なんか詰まったな。さあ。おー、正解引き当てたか。はい。力のザクロ。あー、どれか1個。まあ、2から3かな。光の結晶。マダン。マダンかな。で、
体力全回復。行くか。ラスト派ですかな。まあ厳しいわな。まあ、厳しいことは分かってる。ただまあ最後のハデスかもしらんしな、しっかりベストを尽くそう。頑張るぞ。バイバイケルベロス。一生懸命頑張ります。ハデス戦2回目でストーリークリアにしてくれよ。なんで9回もクリアせなあかんねん。空気が冷たい。お前の行いには明確な目的がない。なんで？ここで私に殺されずとも、この先の境界を越えた瞬間に生き絶えるだけだ。これ以上無駄なことを続けて何の意味がある？あれやな、9回倒した先にペルセポネがハデスの館に帰ってくるって考えたら、なんかこうちょっとこの別の感情も芽生えるな。なんか言葉に言い表しにくいけど、こんな風にハデスは言ってるけど、まあ結局出れるタイミングもあんのかな、出れるテキストもあんやろな。メグもそうやろうし、ちょっとそこ見るまで俺の情熱がなかったな。こうして挑戦を続けていれば、冥界の改修工事が終わるまでの時間つぶしになります。とあるものが改修工事の日程を遅らせる原因を作らなければ。俺ね、さあ頑張ろう。厳しい、かなり厳しいやろうけど頑張ってみようかな。どこだ、やべ、よいしょ。うわー、もう21も食らった。はい、早すぎるよ、小沢さん。うわー、やべ、うわー、これ強すぎるな。父親えぐいわ。この炎壊しとこう。あれは壊さんといかん。やっ、うわー、範囲広すぎひんかこいつ。強すぎんねん、マジで強すぎます。ずるい。うわー、こいつ強すぎる。もう体力が全然ない。やべ、最強やなこの親父。すごいわ、ナンバーワンだこの親父。うわー、マジで無理だ。この雑魚敵も地味に強いんだな。どうしたらええねんこんな、こいつらみんな強い。よいしょ、メンタワー倒そう。やべ、うわー、くそ、この炎壊しといて、この壊しとけ。よしよし、これも壊そう。で壊しといて、まだ、あー、この範囲砲撃ぐい。でもタイミングよくダッシュでやれば避けれんのか。なんだ、いやこれ無理やん、こんなもう全然無理じゃん、全然無理だわ。よいしょ、この炎も破壊して、あの上の炎も破壊したか。あーあーあー、きつすぎる。うえー、離れて、よいしょ、あー避けたい、あー避けられへんかった。さっ、よいしょ、第一形態いったよ。はあ、実の息子とはいえ襲いかかってきた以上、こちらも迎え撃つよりない。俺のこと殺すんですか。いやー死ぬ。あ、ギリ避けたか。まだ待つ、やべ、この柱の裏、あ、死ぬ。畜生、やだやだ、終わる、あ、終わる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 、逃げて逃げて逃げて、あ、死ぬ、あ、もうラストだ、最後の命。なんだ、あ、裏に隠れ、ああああ、裏に隠れられてなかった。終わった、ありがとうございました。ありがとう父親の偉大さをまた知りました。
よいしょ。え、終わる、終わる。あ、あ、死ぬ。え、あ、あ、残念。いや、これ元気の、いや、まあでも無理やったな。残念だ。力及ばず。ありがとう、ハデス。俺のラストハデスかな？元気してる？お帰り。ん？記録上の死因は編集？それってどういう意味？僕も初めて見たんだけど。死因が編集？どういうこっちゃ？酒場が元通りになったから見てくるといい。朗報を耳にした怪物ケルベロスの3つの顔がそれぞれ、うん、ちゃん、それぞれじゃない、ぞれぞれって書いてる。翻訳ミスか。ぞれぞれ嬉しげな表情を浮かべた。次はどうやって酒場を荒らしてやろうかと考えを巡らせているに違いない。やめとけ、デューサが大変やから。やめてや。さあ、なんかきらめく宝珠、熟成ネクタル、おー、宿命の鍵。これなんだ、何を一個獲得してんのかよく見えないね。ただまあなあ、ラストハデスかな。漆黒の闇、区画報酬として、あ、 HP は5上昇。うん、あはん、エレポスの門、外の緑で待ち受ける試練に挑む鍵は懲罰の名役にあり、絶えず露呈する冥界の特定の領域または調度品を改善する。なんだこれ、よくわかんない。あ、メグ、オルフェス、アスポデロスでボーンヒドラを瞬殺したことないよ俺。それはすごい。俺の武勇伝を聞くとお前は元気が出るみたいだな。俺ボーンヒドラ瞬殺したことなんかないけどな、一回も。何の話してんの。あなた以外に誰を頼れと。あなたは有能な監督官。あ、俺との勝負のこと？おっしゃる通りです。ニュクス様なしで私は道を失ってしまう。メグ、みんなできることをするだけです。俺は関係ない。一目でもアフロディテに会えるならどんなことだって。死因脱水症状。やっぱバカならんよな。脱水症状。うお、目描いてネクタイと交換してくれんねや。それはいいね。ティタンの地で宝珠、あはん、最後師匠にも挨拶しとっか。師匠ザグレス、いや、まだ母君には会えてない。クソ、一体どうすれば。焦ってはいけない。俺上手くなったの？でもなー、でもねーって感じや。これなんか一回こっち行くとネクタル上げれるようになってるっぽいからな。それをやるか。こっち来てから戻ってみると、メグおらんやん。あ、メグおる、よかったよかった。メグはとりあえず5個目やな。還元にほだされる私ではないぞ。もうかつてのような関係には戻れない。うわー、かつてはどういう関係？兄弟のようやったのか、友達のようやったのか、頭。メグが還元にほだされないのは昔からだ。でもあいにく俺は聞き分けが良くない。分かっていてもやめるつもりはないよ。ラグ。5個。このギャルゲーもな、
クリアしたかったな。これってもう一回出たら上げれんのかな。さすがにやっぱ一旦2個は無理なのかな。一応ネクタルはあるけど、メグ、まあ無理か。ごめんな、ニュクス。ニュクスにはネクタルあげへんくて。闇の結晶、神々の恩寵、レアの功徳を発見する確率が上がるだ。この左側、あれなんなんやろな。左側のマークわからんな。土、お金、ザクロはわかるけど。神々の恩寵。いや、まあ、使わん方がいいか。ちょっとこっち行ってみるか。どうだ？おらんねえ、ヘクター。弓矢がこれを帯びてる。ラストハデスかな。まあまあまあ、到達した最果ての区画63。これはどういうことや。どうしようかな。よいしょ。うわ。一二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 。よし。はですな。いやー、しかもなんかまだその十回ハデスを倒した後も、まあそのなんちゅう。すごいよな、上手い人。上手い人のハデスでも見てみるか。RTA とか見てみるか。なんかこれを、数字を 32? マックスなのかな ?32 でクリアするみたいなのが、一つの到達点らしいな。1でもこんな大変やのに。厳しすぎるよ。この銃もな、やっぱ強いらしいな。俺は全然有効活用できへんかったけど。はあ。俺のハデスは終わりか？混沌の門に入れる。なんか、これなんかな。見たやつなんか強いのあったはずやねんけど、それがパッと見つかれへんな。気のせいかな。やっぱこのきらめきの羽は強かったのかな。ハルピュイアの羽暴起、これがやっぱ強かった気はしたな。どうしよっかな。まあでも今からもうじゃあ先ゴッドフィールドやっとくかと思ったけど、ゴッドフィールドかゼウスちゃうわハデスか、どっちがしたいかって言われたらハデスかな。まだいやでもここで終わっ、まあね、まあまたいつかやりたくなったらやるでいいのか。やりたくなることなんかあるか。一回こうそこそこ上手くなってやめちゃったゲーム、今やめちゃうのもったいないのかな。わかんねえ。弓矢。どうしよっかな。ぼっちん。マダン。キュー。ダッシュストライク。ダッシュストライク。まあこんな悩んでる時間あるんやったら行くべきか。もう一回、もうちょっとだけやるか。ハデス、どうしようかな。悩ましい。軽い気持ちで。あのさ、ユミはこんだけはクリアしたのか。あとはハデス倒さなあかん。
まあでもこんだけも闇の結晶にもなるしな。重労働。重労働って重泥と似てるよな。まあ途中で諦めるもできるしな。挑戦しがいがあるなーってザグレウスは言ってるわ。すまんなー、ザグレウス。温度差あるわ。ポセイドン。マダン。でもレアやからな。通常。いや、この大嵐の大技。Q やんな。大嵐の一撃。これもいい。マダンな。マダン強いよな。でもせっかくやったらレアの方がいいしな。どうしよう。飛ばし効果。U。特殊攻撃。ありにしてみるか。通常。これでいってみるか。特殊攻撃が強くなると。よいしょ。いやー、これ失敗したかもな。強くなるっつってもワンバンじゃないしな。なんかな、ほんま。快適な戦闘をしたいだけなんですけどね。近づいて9か？近づいて9。9。微妙やな。微妙だ。マジで微妙だ。やべ。よいしょ。弱え。もう嫌やな。マジで弱いとテンション下がる。なんだ？そっか、マダンか。マダンを打っとくのは基地か。よいしょ、いやー。マダン打ってからの Q。マダン打ってからの Q。OK。ダメージ食らってるのはノット OK。マダン打ってからの Q。よいしょ。マダンを打ってからの Q。まあ。で、闇の結晶。どこにおる？おった。よいしょ。やべ。やべ。サクッと倒さなあかんのに。下手くそすぎる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どこだ？あ？オーケー。さ。最大 HP かディオニュソスか。ディオニュソス。いてはるね。やべ、もうよくわかんねえ。弓矢むずくね。弓矢もな、強いらしいんやけどな。さあ、引いて。よいしょ。やべ、よいしょ。いけ。まあ。なんだ？ほう。いや、特殊攻撃はな、楽観かな、これは。これっすね。レア度高いやつもらえるのは嬉しいけどな。いやー、弱いね。弱くてやだな。よいしょ、通常攻。え、バックアタック入ってるやん。やべ。よいしょ。あ、カオスか。カオスはいいね。こうして。よいしょ。バックアタック当たんね。よいしょ。バックアタック。バックアタック。よいしょ。遅いなー。マジで遅い。やめて。マジで遅い。うわ。遅え。よいしょ。いやー。そ。こんな3位序盤やのに。全然快適な戦闘ができない。悲しい。弱え。鍵ゲット。アフロディテ。カオス。はあ。いや、まあマジでもう、ハデスは最後やな、今日が。
なんだ？打ちつける、マダン。マダンダメージ 32%。 まあこれかな。特殊攻撃をするためにやと。じゃあ特殊攻撃なしでいこう。ゼウス、なんだかな。マダンマダンマダン、よいしょ。うわ、特殊攻撃なし嫌かもな。やだね。よいしょよいしょ。なんか弱くね俺。気のせいか。あ、まだ一発撃ってねえ俺。うわあ、やだやだ。よいしょ。ダッシュスパイクの方がええのかな。いや、逃げるな。弓矢強く、俺の弓矢弱、俺の弓矢がなんか弱いな。あー、もう全然倒、もう嫌だ。ちょっと合わんかったな、ハデスは。一生懸命やってみたけど、あの面白いゲーム言うから。よいしょ。ちょっと会えへんかった。こういうこともあるわ。ポセイドに先起こされた。特殊攻撃、落雷が発生、天の報復、稲妻の一撃。いや、これでも闇やとこれは相性良くないよな。まあまあ、いや、闇の結晶か。はあ、逃げ回るやつか。やべ、ホラップ多くね。やだね。よいしょ。トラップ多いんじゃね。よいしょ。いやー、クドクも全然揃ってないしな。やべ、あれ倒さなか、あのドップル倒さなか。よいしょ。こいつ、あー、下手くそやな。うわ、すげー食らった。マジで嫌やな。いやー、やっぱ俺上手くなってないな。上手くなってないことはないけど、もっと上手くなっていたかった。まあしゃあない。よいしょ。逃げよう。体力削られすぎやな。一丁上がりだじゃないねん。ダメダメだ。はあ、もう諦める押してもええな。はあ。ラスト派です。ニコ生枠チェンします、一応ね。まあまあまあ、そうね。俺個人的にはやっぱダイシーダンジョンズの方が面白かったな。ちょっとスクワットするか。よいしょ。1212と。よいしょ。いやー、体力的に右か行かれへんか。いやでもな、ああれあるやん、混沌の門ハウス。いやこれ強いんだよねきっと。買うか。 AUDK こっちかな、多分。水場は違う。まことなりか。あんなとこに混沌の門出てもじゃあ無理やん。あ、死神魂で復活するか。よいしょよいしょよいしょ。あ、やべ、そうか、Q 使ったら俺やばいんやった。これ混沌の門入って死ぬか。いやー、なんか全然強くないなぁ。弓矢。ああ、弓矢とやっぱ、ヘルメスの羽が合ってないんやな。弓矢をなちょっと長押しできるやつがあればなよかってんけどな。よいしょ。
ダメだな。新しい効果。何が強くなったっけな。マダンが強くなったんだっけ。あー、ネクタルがある。ネクタルがあるけど、こっち行くか。なんだね。はい。ハデスの名において、なんだ。あー、狂乱の寵愛。通常攻撃当たるダメージプラス 34%。 なんだかな、なんだかな。やな、いや敵の数増えんのマジで嫌や。あー、いやー、もうよくわかんねえ、よくわかんない。鍵、闇の結晶、宝珠、鍵。さあ、あー死んだ、サクッと死んだな。どうも、サクッと死んでます。やべえ、まだん、あれホーミング性能もないのか。あ、釣りポイントや、釣りはしよう。よいしょ。くー、いやもう左手首も痛いな。終わるか、これ。釣りして諦めるって落ちたらどうなんだろうな。諦めるは拾ったのちゃんとあんのかな。今釣りしてる場合じゃないな。諦めるはもったいない。あー、なんかもったいないことないさよな。やっぱやられるまでやるか。いや、でももうちょっとほんまに、あ、エンドして終わるか。いや、諦めるやったことないから、やっぱ一回諦めてみるか。やべ。今まで俺諦めたことなかったのに。よいしょ。ごめんよ、ザグ。俺は諦めるぜ。で、釣りと。よう見て、最後釣り決めよう。どうだ、こえー、チャポンってなってから。よいしょ。ドクロ魚かい。また族、またドクロ魚だって、あれやな。動物の森でいうスズキなんやな、ドクロ魚は。マジでもう、諦める押せよ、俺。カロンの露天だ。ダイダロスの土買われへんかったか。終わってんな、ここで。ダッシュストライクのダメージもない。え、ダッシュ攻撃。なんでお金ないんや。ちょっとぐらいあれよ、お金。ダメだな。195。はあ。アテナ購入して諦めるか。これで一回諦めてみよう。俺がここでなんかゲットしたもんって何があったっけな。あ、ドクロ魚か。あれがあるかがわかんのか。諦める押して。諦める。あー、なるほど。全部無駄なんのか。あれ？マジか。いや、これだけやってエンドするか。はい。ラストね。ラストメグがいいな。あ、違うかった。当たることもあんねやな。よいしょ。ラスト戦闘。まだ、うん。やーべ。離れて。よいしょ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 。マダンは？マダンは、よいしょ。ちゃんとあるままやな。なんや？マダン拾って。オッケー。マダン、マダン、マダン。あー、もったいないな。よいしょ。避けて。避けて。よいしょ。よう、今バックアタック入ったな。あいつのバックどっかわからんけどな。押して、
よいしょ。あれ相手まだ、ああ、まだ返せ。やべ。うわー、避けて。なんだなんだ。うわ、スピンブレードか。よいしょ。やべー、トラップいてー。いてー、トラップ。やーべー。全然いけると思ったのに、スピンブレードがエグすぎて、死んだな。あー、トラップで死んだ。マジかー。ヘタッピやなー。よいしょ。よいしょ。いやー、スピンブレードエグいなー。なんか知らん間に勝ってる。なんで俺の何の攻撃が当たったん？俺の中では完全に負けやってんけど。これでじゃあエンドできると。じゃあ終わるか。よいしょ。なんか超上振れがあったりせんかな。いや、まあ、ないわな。まあまあまあ、ざっくり。ざっくりはハデス、楽しんだでしょう。終わりますか。じゃあ、マジで、ゴッドフィールドちょっとやってみるか。軽くやって。ゴッドフィールドな、ゴッドフィールドも一応俺の中ではもう一区切りついてんねんけどな。まあ、ハデスはこれは区切りかな。うん。区切らせてもらおう。はい。ハデス。ゴッドモードやったけど、めちゃくちゃ難しかったわ。ほんだら、切ろうかな。おしまい。